今回は五島ラブソングかけたに対するみんなの反応をご紹介します。1日2本以上投稿していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。五島、お前普通にラブソングかけたんだな。多分この歌詞はぼっちちゃんが北ちゃんと触れ合ううちに北ちゃんの人となりを理解できるようになったから書けたんだろう。ギャグ扱いされてるけど、歌詞書くときにメンバー演技の儀式してそうよね。これに関しては視点が北ちゃんじゃない気がする。てへ、北ちゃんに歌わせておきましたよ。ぼっちちゃん視点から見た北ちゃんのことかもしれない。それを北ちゃんが歌うことで逆に北ちゃんから見たぼっちちゃんの姿にも聞こえるみたいな。流行りの歌は大体網羅してるから、それらしい歌詞は書けるんだろう。いいな、君はみんなから愛されて、いいや、僕はずっと一人きりさ。星座になれたら星の歌。お姉ちゃんまた顔あからめてぼーっとしてる。学園祭のライブで私の歌を披露するなんて粋なサプライズじゃないか。こいつずっと星について歌ってるな。遥か遠くての届かない場所で輝いてて見上げるしかない存在だからね。後藤、この歌詞北ちゃんに歌わせるのどう思ってるんだ。後藤、一番星がぼっちちゃん視点だと北ちゃんで、北ちゃん視点だとひとりちゃんになるんだと思うな。それで2番以降は君がバンド全体に広がるみたいな感じで。北ちゃんまだ歌詞の意味はよくわからない時期とはいえ、これはなんか思うところあるんじゃない。星座になれたらやるたびにちょっと顔をあからめてそわそわしだす店長。ラブソングが歌えないを出しつつ、ほぼラブソングみたいな星座になれたら出してくる後藤はさ。ぼっちちゃんは素直に感じたこと出力してるだけで、星座になれたらが聞く人によっては濃厚なラブソングにしかならないとかまで気が回らない。ここまでメンバーが舞台上で折れそうになったとき支えてきたギターヒーローが、自分が折れそうになったとき逆に支えられるのエモいし、その時の曲が星座になれたらなのはエモがすぎる。何億光年離れたところからあんなに輝く、いいな君はみんなから愛されて、いいや僕はずっと一人きりさ。露骨すぎる。その僕も羨ましい君から愛されるという図式。甘々のラブソングじゃないか。繋いだ線解かないよ、君がどんなに眩しくても。これあまりにも直球すぎない。まだこの時期の北ちゃんは歌詞のことよく分かってないから、直球でもセーフなんだよね。まあ今のあなたにはあの歌詞の匂わせに気づける可能性は感じられないわね。少し歌える程度じゃ。北ちゃんはちゃんとぼっちちゃん見てるのがいい。あのバンドのライブシーン見返すと、北ちゃんめっちゃ後藤のことチラチラ見てて、っていうか改めて思い返すと、本来の目当てだった愛しの両先輩の方全然見ずに後藤ばっか見てるな。この子、山田、推し、ぼっち、本命。バンドマンと付き合ったら全部歌にされるっていうのは昔からの定番ネタだからな。 SNS 匂わせ担当大臣、歌詞匂わせ担当大臣。へへ、匂わせソングを北ちゃんに歌わせておきましたよ。こんな意味深な歌詞は書けるのに、北ちゃんの餃子ソングは読み取れないのか。北ちゃんも後藤の歌詞読み取れないし、お互い自分から遠い存在だからこそ互いに憧れるんだ。皆さんは後藤ラブソングかけたについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。